皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、最近購入したキーキャップを紹介していきたいと思います。そのキーキャップなんですが、こちらになります。キークロンのジスレイアウト用ダブルショット PBT キーキャップになります。このキーキャップ結構待ち望んでいた方も多いと思いますが、ついにコペックさんより発売になりました。このチャンネルでも実配列の PBT キーキャップが欲しいという声はコメントによく見られたので、注目度は高いかと思います。今回はですね、発売と同時に購入しましたので、早速レビューしていきたいと思います。そしてですね、このキーキャップを僕が持っている K8 Pro、K6 Pro、K2 Pro にそれぞれ交換してフィッティングと打鍵感を見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、中身はこのようになっています。キーキャップはですね、通常のキーから10キー、あとはいろいろなサイズのキーがあって、さまざまなレイアウトのキーボードに対応できるようになっています。最近ですね、コペックさんでは K8 Pro 実配列モデルの PBT キーキャップ仕様が発売になったんですが、 ABS の K8 Pro と微妙にキーのサイズが異なります。ですが、このキーキャップセットであれば、いろいろなサイズのキーが同梱されているので、ABS 仕様の K8 Pro でも使うことができます。キーの構成は145キーで、フルサイズのキーボードにも対応可能です。カラー展開はですね、濃いめの色のグレー&ライトブルーと、明るい白とネイビーが組み合わさったアイスマウンテンの2色になります。僕はですね、今回アイスマウンテンの方を選びました。意外とですね、このハイコントラストなカラーリングが僕は気に入っています。キーキャップのインジは実用の金が併記されています。個人的にはこの金表記はない方がやっぱりシンプルで好みではあるんですが、必要な方もいると思いますので、そこは難しかったのかなと思います。構造的にはダブルショット成形になるので、インジが剥がれてくることはなく、耐久性にも優れています。 ABS タイプと比べると厚さが厚くなっているので、打鍵音も静かになると思います。後ほどですね、それぞれのキーボードとキースイッチで打鍵音は確認していきたいと思います。またですね、耐油性にも優れているので、指や手の皮脂が目立つこともなく清潔に見えます。 ABS タイプは結構手汗や指汗がつくと目立つので、長時間使うと気になってしまいます。ちなみにバックライトは透過しないタイプになります。キーキャップの形状は OSA プロファイルになります。OSA プロファイルはキークロンでいうとノーマル Q シリーズなんかにデフォルトで採用されているプロファイルになります。キートップの形状が丸く、中心がくぼんでいるので非常に押しやすい形状だと思います。あとですね、余談なんですが、今回はキークロンの USB ケーブルも一緒に購入しました。こちらはですね、メッシュのスリーブに覆われていて、結構太めのしっかりしたケーブルになります。端子はどちらも USB Type-C で、 Type-A との変換アダプターが付属しています。カラー展開が4色あって、僕はパープルを購入しました。結構ですね、カラーリングがポップで可愛いです。はい、それでは早速それぞれのキーボードとのフィッティングと打鍵感を見ていきたいと思います。今回 K8 Pro にはガテロン G Pro の赤軸、 K2 Pro にはキークロンメカニカルの赤軸、 K6 Pro にはキークロンメカニカルの茶軸をインストールしていますので、参考にしてみてください。
はい、いかがだったでしょうか。今回はコペックさんから発売になったキークロン JIS レイアウト用のダブルショット PBT キーキャップを紹介しました。このチャンネルでも JIS配列用のキーボードの動画は比較的視聴される傾向にありますが、そこでよくあるコメントが JIS配列用の PBT キーキャップの要望になります。僕も以前はキークロンの JIS キーボードに合う PBT キーキャップをいろいろと探していたんですが、なかなかしっくりくるものがありませんでした。そんな中で今回のキークロン純正の JIS配列用 PBT キーキャップは待ち望んでいた方も多いと思います。やっぱりですね、個人的にも ABS のキーキャップより PBT キーキャップの方が質感や打鍵感が優れていると感じます。同じように感じる方はぜひコペックさんのオンラインストアをチェックしてみてください。なかなかですね、売れ行きも好調なようなので、気になる方は迷わず購入することをお勧めします。はい、今回の動画は以上になります。この動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタンお願いします。このチャンネルではこういった感じでキーボードやデスク周りのガジェット、あとは Mac や Apple に関する情報も発信しているチャンネルになります。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。I can be anything, I think I'm gonna be me.